リラクエの花園です。ご視聴ありがとうございます。本日は突発的な膝の痛みに効くツボ5つをご紹介いたします。今回ご紹介するツボ5つは全て足にあります。三陰交と結界と足三里と意中と正山ですね。ではまず結界ですね。結界は膝の内側から指3本分ほど上にありますね。で、ここになります。このように押します。片膝が痛いっていう時でも両膝を行ってください。同じように内側の膝から3本分ほど指を指幅分上げて上がったところにやりますね。これになります。大体の当たりをつけてこの辺りかなというところで少し角度や場所をこのように変えながら押していって一番響くな効くなっていう感じがツボです。そういう場所を見つけるようにしていろいろ調節して一番効くところを押すようにしてください。三陰交ですね。三陰交は内くるぶしから指幅4本分上に上がったところにあります。骨際ですね。少し指を潜り込ませるようにして押します。ここですね。冷えやむくみにも効くツボです。両足を行ってください。このように押します。次は足三里ですね。足三里は外すねにあります。膝下から指幅4本分ほど下ですね。で、骨際ここが足三里です。ここが足三里です。正しく押せていると足先の方まで響く感じがあります。異形のツボで非常に多くのこういう効能があるとされているツボですね。今回は血行を良くして膝の痛みを和らげるという意味で押しています。こちらもこの膝下の出っ張りのところですね。そこから指幅4本分ほど下に下がって骨際ですね。ここは足三里です。そして膝裏の意中になりますね。本当に膝裏真ん中ですね。ここが意中です。ここですね。のちょうど膝裏の膝の横のシワの真ん中部分が意中になります。自分で押す場合にはこのように
ういう形ですね。膝を曲げて下から突き上げるように押すという刺激がいいかと思います。こういう形で押してください。結構膝裏は痛く感じやすいですので、ゆっくりと、無理ないように、無理のないぐらいで押してください。強く押せばいいというものではありませんので、親指で押してもいいですね。こういう形で、ここが一部ですね。そして掌山ですね。掌山は、くるぶしと膝裏の中間点で、中間点の高さにあって、そしてちょうど真後ろですね、アキレス腱が筋肉に変わる部分になります。ここが掌山です。掌山は、冷えからくる膝の痛みの他に、むくみや足の疲れにも効果があります。足がつるような時にも、足のつりの予防のために押しておくといいツボだとされています。こういう感じですね。ここが掌山のツボになります。こういう感じで押してください。